ウォーサー、ミレルバルーバー、ミレルバドゥー。ほんとパパたちってこれやんの好きだよね。しー、聞こえるってば。よし、そんじゃキャプテンはステラだ。え、あたいが？お前はほんのチビの頃で知らんだろうが、このマーメイドギニーはな、船のキャプテンなんて似合う男じゃねえ。好きに泳がす方がかえって役に立つ男なのよ。ああ、神出鬼没。あっちこっちの港の女たちも今度はいつ現れるんだろうってやきもきしたらしいぜ。娘の前で何言いやがる。これより大陸を制覇する。砲を張れ、怒りを上げろ。お
キャプテンステラ、海丸が敵国の情報を整理したので聞いてくれ。へえ、ガラクタの寄せ集めだと思ったら、ずいぶん役立つことするんだな、こいつ。こいつではなく、私は海丸。ガラクタも不適切言語です。私を構成する機械部品がバラバラに存在したのであって、寄せ集めではなく。プー、このガラクタにさっさと報告させねえと、元のバラバラにして海に叩き込むぞ。海丸、人を見分けるのを学習しなさいって言っただろ。論理的な説明が嫌いな人間は結構多いんだ。とりあえず了解。北西の島国ノーザリオ王国、ルビーの三世王が原因不明の死去後、正義のブリガンダインを所持、何我が見れる場所と連邦のように感情的に正義というものを嫌。まあ相性がいいとは言えん相手ではあるな。もっとも我ら国を代表する騎士の中にも一人マフィアが混じっておるがな。おっと旦那、そいつはこのアデューのことですかい。物資横流しの正規の組織って言ってもらえませんかね。元海賊と暗黒街の顔役だ。どっちにしてもノーザリオの正義面とは無縁だろうよ。ちげえね。ルビーの四世だと、さぞかしお生まれが良さそうな顔してんだろうね。正解。ルビーの四世は正統派の美男。あの次、いいから次行け。次、続いて旧ハザム国。国民の多くは忍び魔術の使い手と知られ、各国はその優れた情報を及び。ああ、忍び族のことならあたいも聞いたことがあるよ。結構前に女たちが男を追い出して、なんでも忍び森林城とかいうものを建てて独立したっていうじゃないか。デラというのが首領らしいけど、その娘タリアが部隊を率いているそうだよ。タリア？彼ら長い間大国の都合に振り回されてきたのだ。今こそ自由のブリガンダインで大陸を征服してやるってね。はあ、自由とな。わしらなんぞは生まれた時から今日まで自由気ままな海賊暮らしじゃからの。訂正。海賊が自由というのは、手海賊は他人の自由を犯し自己の都合。次、うん、次はどこの国だ。続いてはグスタファ神聖帝国だね。グスタファといえば、もともとグスタフ一族という強烈な血族の先制国家だからね。ある時地面から例の火に化ける黒い液体が出たことから。さて、火に化けるとは。火は混乱してやがる。火をつけるとな、ぼっと燃え上がる黒い液体のことよ。なんでもゾワールの灯火とかいう風に呼ばれていてな。ふぅ、続けろ。まあとにかくノーザリオやマナサリージアのような伝統国とは。というと？続きは海丸にお任せよ。グスタフ一族の力が絶大なため、なあああ慣れない熟語を使おうとしたため。ややこしいやつだなこいつ。ですからこいつではなく海。まあとにかくよ、そのグスタフ一族の今の皇帝ってのは確かティム・グスタフってやつだろ。知ってるの？ああ、17、18の頃に一時ミレルバ本島の学術院に出入りしていたはずだ。それは知らなかったな。なんせ金には困らねえご身分だ。
さすが裏事情に詳しいの。蛇の道は蛇、金の匂いのする話は。うるせえポンコツ、先を続けろい。そんじゃマナサリージア法王国はどうなんじゃい。特別区財は財派だけでなく、モハナ派のルーンの騎士にとっても聖地じゃ。ロマノフ法王はわしら海賊にはヘドが出るほど高潔なおっさんと聞くからな。ところがですね、ここのところなぜかロマノフ法王が表に出てきてないんですよ。代わりに息子でルーン警察師団長のルドが規制を上げてまして、そのルドという男が父親とは違ってかなり危険な人物だという噂も。面白いじゃん。どんなに危険か見せてもらいたいね。危険な男に興味を持つ女ほど脆いとも言うぜ。おやアデュー、そいつはあたいに振られたやっかみかい。ああ理解不能。会話はその場にいる全員に分かる言語で行うことを原則とし。次次。続きまして、ガイムール共和国はムール・エンジェ三姉妹を生んだところ。今でも姉妹の持っていた秘剣エンジェの剣が伝わっており。何語じゃそれは。海丸は元も時々おかしな言語が混じるんです。失礼、なるべくあなたたちの。それでそのエンジェの剣っていうのは、アーデン・ウザーラ。